はい。えー、今回ですね。あの、最近ですね。まあ、ドリームアカデミアの本コースにはですね。まあ、この3万稼ぐステップっていうことで、まあ、あのー、コサコ式カメラ転売、斉藤式カメラ転売、渡辺式転売、式転売、電脳瀬取り、弱者の YouTube 戦略、ノートで稼ぐ方法、ブログで稼ぐ方法、怪しき、怪しき外中化戦略、ブックメーカー投資、吉江流、Facebook 攻略、弱者のリスト取り戦略、トップバズ戦略、攻略、学ぶ、逆から学ぶ FX 攻略、ラインアットで稼ぐ戦略、 バイオップで稼ぐ戦術、まさき式ステップメール、瞬縁式自動で稼ぐ思考法。っていうこの3万で稼ぐステップでまあいっぱいあるんですけど、まあこれからもちょっと増えると思いますけど、まあこの中でまあブックメーカーあります。はい。でまあ和室さんですね。和室さんの方から講義の方をちょっと提供していただいてて、まあこれあるんですけども、 あの最近ですね、あのこのブックメーカーの方を、えー、熟成さんの中で始めた方がいて、まあ、結果報告結構いただくんですけども、なんと、その結果報告を見て、熟成さんから報告いただきました。<laughs> はい。なんか、この前の結果報告で、その、途中棄権、え選手がしたみたいな。で、それで、えー、まああの、 危険試合にベットした場合は、ベット365的には無効扱いなので全額払い戻しがあります。すぐに戻ってこない時もある。なので、投資の結果としては負けではなくプラスマイナスゼロですよというような報告をいただきました。はい。ありがとうございます。はい。なのでまあ、そのか、なんだろうな、ここに書いてある通り、すぐ戻ってこない時もあるということで、管理画面上だと戻ってきてないのかな まあ今は戻ってきてるかわかんないですけども、まあ、危険があった場合は、あ戻ってくるということなので、はい、ご安心していただければいいんじゃないかなと思います。はい。で、えっ、ー、と、この、 まあ、ここのドリアカの方にもね、めちゃめちゃそのブックメーカーに、これからやる人に向けてめっちゃ書いて,てあ、あの、文章ばあって書いてあるんですけど、もしブックメーカーをこれからやり、まあ、最近そのプロモーション、鷲津さんのプロモーションして売ったっていうのもあるんですけど、それでまたね、なんか見てる人いるんですけど、あの、ここに書いてあることはもう確実に読んどいてください。OK ですかね。ここに書いてあることはもう確実に読んでお願いします。 で、以前、その熟成さんの中で、あの、まあ、鹿児島合宿に来た大学生の子かな、まあ、あの、吉谷さんすいませんと、ブログにあんだけ書いてあるのに、このね、このこ,こにあんだけ書いてあるのに、あの、ヘマこきましたみたいな、欲望に、欲望に負けましたみたいな感じで、なんかもう勝手にやっちゃって、まあ、お金溶かしたっていう人いたんで、あの、やる場合は本当にルール守って、本当にやってください。 ますね、ルールを守って必ずやってください。ここに書いてあると思うんですけども、あのお金を使ってお金を増やすのであの、情報発信に関しては、YouTube をいくらやってもお金を失うことないですよね。Facebook、いくらやってもお金を失うことないですよね。えー、インスタ、いくらやってもお金を失うことないです。ただ、お金を使ってお金を増やすっていう方法に関しては、まあ、この FX もありますけど、ね、FX のこれを見て、勝てるようになりましたっていう人も言ってたんですけど、この FX ですね。 FX。逆からまだ FX 攻略ですね。はい。で、これ見て、FX で勝てるようになりましたっていう人もあのいたんですけどもあの、お金を使ってお金を増やすっていう方法は、あのしっかりルール守ってやってください。ケ、OK、ーですかね、まあ。僕がおすすめするのはあの、まあ、情報発信が一番いいんですけど、ただ武器がないっていう方が、何から発信していいか分かりませんと。 発信する武器がありませんっていう人がやっぱ多いので、まあドリアカの本コースではこういうそのじゃあ武器作りましょうというところで3万まず武器作ればそのもう全然配信できるんでっていう。っていうところでまあこのカリキュラム入れてるんですけど、これからもまあいろいろと多分いろんな稼ぐ、また出てくると思うんでね、また入れる,入れるとは思いますけど。 あのお金を使ってお金を増やすっていうやり方に関しては、最新の注意を払ってやっていただければなと思います。OK ですかね。はい、であとはドリアカの本コースに関しては、まあ、今後その、えーっと、僕も40歳から投資やっていきますので、えー、この第2ステージですね、ドリームアカデミア、この,たあの鳥さんで、こう鳥さんがね、こうたあの進化しますんで、<laughs> 第2ステージを用意しています。 ただ、情報ビジネスで売り上げを作ったら、じゃあ、その売上金をお金を使ってお金をこう運用して増やしていくっていうやり方、ファイナンシャルアカデミアみたいなのを作る予定なので、まあ、そちらも本コース入られている方、あの無料でご招待しますので、あの、楽しみにしててください。OK ですかね。はい。ということで、えー、今回ですね、じゅえー、結果報告に対して熟成さんが報告いただいたので、報告させていただきました。ありがとうございます。